ここはどこペコだ、空飛んでんのペコラ。え、めちゃくそ綺麗なんだけど。え、映画始まる今から。え、みんな映画です、映画。これから映画が始まるかもしれない。え、クソ綺麗なんだけど、なにこれ。ここだけ実写ですか。え、これ普通に実写の鳥じゃね。今日もしかして同時視聴だった？これ。うわー！なにここ！あれ？あ、すごい電車走ってるペコ。面白い形ペコだね。え？すごい街並みこれ。え、これって何？ガチで実写にしか見えないんだけど。わ、車とかあるんだ。え、なんかさ、え、車、あ、え、なんか普通にペコアたちが生きててもおかしくない感じのところペコじゃん。はあ、綺麗すぎてわからなくなる。ゲームなのか映画なのか。あ、いいね、子供たち遊んでる。何この5って書いてある。なんか光ってるペコだよ。その5って何ペコなんだろう。数でなんか分けられてんのかな。ここは5区、第5地区、第4地区みたいなさ。あら、どうしたの、あんた落とし物。うわ、なんかこの子見たことある。マチューリの少女？それは何だろう。この緑の、ここからエネルギー補給してる、もしかして。危ないよ、帰りないよ、道は危ないから。女の子一人でこんなところ危ないでしょ。え、マジで映画見てる気分。これから本当にゲームやるのかなっていう感じなんだけど、ペコラ。あ、てめえ！ああ。冷たい人間もいるもん、ペコだね。花がかわいそう、ペコよ。うわ、名前なんていう子ペコなんだろう。後で知れるかな。この町でなんか繰り広げるか。あ、1って書いてある。さっき5だったのが1はなんか栄えてる感じべこなのかな。あ、8もある。真ん中にどでかいなんか工場みたいななるべこなんだけど。あ、123、あ、8までなんだ。1から8の何かがあるんだ。区に分けられてるべこなんかな。電車が走ってるけどな。暴走列車じゃないのこれ。あー、もしかして。ペコウドさんですか。一番マコーロは何だこいつら。ビームみたいなの携えてるペコだけど、何運んでるやつペコなんだろう。危ないって書いてある。なんか声聞こえた。いきなり怪しげな感じペコだけど、だ、大丈夫。盗賊団、この列車は乗っ取ったぜ的な。あ、絶対見てわかる。行くぞ、新入り。ちょっと待って、あれ、ペコラ今回悪者。おー、いけ
悪者。わっわっ、見て見て見て、みんな、イエ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 イ、ペコードさんだ。え、待って、ペコード今回悪者なんかな。明らかになんか悪いことしそうじゃないかね。ここに乗ってきて、お前の右腕超かっこいいんだけど、改造してんの？いいな、いつでも銃撃てるやつじゃん。あんたの名前なんだろう。バレットとかかな。なんかそんな気がする。行くか。どこ行けばいいの？止まれ。やべ。何者だ？あ、ペコードです。出番だ。あ、バレット合ってるわ。侵入者か。失格。かっちょいい。最強ペコーラー。あ、あ、え、じゃあここの人間ってそうやってパーって消えちゃうの？なんでこいつは消えてないの？おかしくない？さっきの2体は消えといて、なんでお前消えてないの？こいつ死んでないのか、もしかして気絶してるだけか。イエ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 イ、行くぞ。あ、何事だ。やばい。おい、止まれ。お前ら行け。おとりに使うんじゃないよ、新人を。ロックリン様、ふざけんじゃねえ。やるしかないペコなのか。動くな。うるせえ。普通に使わせてくれてくる。はーい。バーストスラッシュ、いけ。ここら辺にアイテムねえの？何もなし。行こう、とりあえず仲間のところ。なんかめちゃめちゃここ警備すごいね。ただの駅じゃねえペコなの。さすがっすね。なんでこいつらを戦わねえんだろう。おとなしくしたね。囲まれると目を軽いな。これカードか。受けてみろ。おお、うるせえペコちゃんじゃん。ペコード様の前に現れるで。終わったな。つまらぬものを切ってしまったな。手榴弾、手榴弾も使えるペコなんだ。でも剣の方が強そうな感じがすごいするペコ。どこにいんだ。この女の子綺麗ペコなの、ね、ジェシーだって。その人キャリアを捨てるわけ。名前なんだっけ。元ソルジャーだとよ。ソルジャー、名前はクラウドストライフ。ペコレのことか。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎する。もっとソルジャーなんだペコラ。だいぶこいつ憎めないやつペコだな。仕事が終われば他人だ。何のためにもやってるペコなんだこの人たちは。ちょっとめんどくさいやつかも。聞こえてんじゃん。聞こえてるよ。あんたたちこのペコーラのこの件で。まずは切られてペコなんだ。どうせ俺は基本がなっちゅうね。リストリクテッドエリア、危険、なんか危ないところに入ろうとしてるのはまあ分かったってことだな。神羅建設、あ、この建設会社がやってんのか。このちゃん強そう。まだか。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。なんか目的があるんだ。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは興味ないね。星の未来？うわー、ナイスハッキング。でも監視カメラとかないペコなんかな、こういうのって。ッチ高い金払う、がっかりさせんじゃねえぞ。金にも興味ないんで。あ、いるねいるね。あ、1って書いてあるペコだ。やべ、先に片付けろ。ワンコロが調子こえてんじゃねえペコだ。あ、こいつ予想より強いペコだ。そしてならばペコアラも負けてられない。一気にお前を詰めかける。痛めつける。何？
クラウドさん、何リフトで上に待ってるっすよ。ウェッジ絶対いいやつだもん。あいつだけは信用できるかもしれない。ウェッジはいいやつ。これか、ポチッ。いるぞいるぞ、任せた。そ、もう来たの。うわ、またワンちゃんいる。ペコだ、このワンちゃん。いや、ワンちゃんじゃないかも。これペコーラがただ間違った。遠慮しない。どけ。お前はこれで決めてやるよ。これが嫌い。危ない。見て、上をスレスレ。ペコーラは弾を避ける。それがウサギ。やべ、もう一体もう一個来てる。これさ、待ってる時間もすごい。あ、なんか動いてんな。おもろい。すごいね、時間は進んでる。ペコなんだ。やばい、あのワンちゃんいない。ワンちゃんいないならこっちの前よ。あら、うめえ。あのワンコロさえいなければ、お前らなんてただの雑魚同然。あ、1、これ8個あるやつ。ペコだよね。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンナの番犬。え、魔法炉は初めてじゃねえんだろ。シンナの番犬。俺を魔法だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってな。シンナに未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。もともとシンナ側だったの。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーラは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。じゃあ1から8全部違うってこと？構造が。あー、もともとマコーラの人間ペコで、でもなぜか裏切ろうとしてる？裏切ろうとしてるのがペコード？で、こいつらはなんかマコーラになんか恨みでもあんのかな？待ってて、今ビックスが扉を開けるから。オッケー、ペコーラにも銃くれない？こいつすげえ怖かったな。ちゃんと案内しろよ。うるせえ。ちゃんと案内するかどうかはわからないよ。せかすなよ。おい、ロック解除。オッケー。いるー。閉めろ。ねえ、あんたたちが叩く。はぁ、観念しろ。いや、マジペコーラただの戦いのために呼ばれ、マジで呼ばれた感じ。ペコなんですよ。相手は…いや、焦るなよ。うっ、すごい。今これってブレードモードか。終わりだ。うわー、行け。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。わ、結構でかい組織ペコなんかな、こいつらの。活動方針で揉めちゃって。分派はこっちも活動方針。ロック解除。気張っていけ。え、怖い、大丈夫？開けてくれな。エレベーター下に行っちゃってる。え、なんで？そこのボタン押して。え、お前が押せばええよ。一緒に押す系のやつなのかな。せーの。いや、俺だけかーいと。ティファの知り合いでしょ。ティファ？好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？昔の思い出っぽいペコだね。あ、クラウド。かわいい。また無視した。幼馴染的なやつ。うん、何かわいい黒髪の少女。俺たちはなんか関係してんのかな、そのティワちゃんと。空気悪っ。わ、シンナ。なにここ、めちゃめちゃ綺麗。え、これ工場の中にあるやつ。すげえ金かかってそう。いや違う、ここど真ん中のところペコか。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。アバランチ。あ、見られてる。かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。
え、これバレてたら…てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔コールをガンガン吸い上げるわけだ。魔コールって言ってたけどだもんな。休みなく容赦なげよう。お前、魔コールの正体を知ってるか。知らねえ。魔コールはこの星の血だ。血？俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。この星が終わる？へえ、星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。お前もしかして薬やっちゃってる？おおよ、医者に行け。てめえ、大丈夫？ベコーラ聞こえないよ。まだ星の声が。5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。血は魔鋼、魔鋼っていうのは血、この星の血。やばい、タロットあるじゃん。タレットだっけ。こっからは慎重に行く。あ、わかった。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。マジこいつやりそうで怖いペコなんですけど。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。じゃあ銃は頼むよ。ペコーラそれなんかできなそうペコだから。元気系なのかなこいつは。ペコーラはペコードを操作したい。クラウド、あそこ見て。どれ？警備システム。うわ！情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら、やけどじゃ済まないよ。死ぬね。どう進めばいいか、知ってるよね。サイコロになっちまう。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。オッケー。さすが。じゃあ、まず私から。スリルが大好物なの。マジかよ。やるね。その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。じゃあ行くよ、バレット。ワン、ツー、スリー。そうそう、その感じ。お前、見て、見ろ、前をちゃんと見ろ。危ないよ。何やってんの、マジで。あんたさ、大丈夫かよ。見ないと、ちゃんと頼むよ。レーザーまで使うの。なんとかここまで来れた。オッケー。爆破ポイントはもう見て。爆破？あれは通称スイーパー。ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップ。爆破する気なのここ。魔法の方が効く。待て待て、はいやー、潰す。ナイス。オッケー。結構強いのこれ。こいつで雑魚中ボス。いくつだ？え、ファーストだ。111歳。ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。あ、確かに。こいつなんでファーストなの。おっと失礼、ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えておくぜ。すげえ、こいつ煽ってるじゃん。あそこ爆破すればいいの？うん。あそこに爆弾を仕掛けるの。わかった。あそこに爆弾。ここ了解。でもペコラたちその爆弾に巻き込まれないよね。そこだけは心配ペコなんですけど。近づく。近づく。魔鋼でむせ返るぜ。バレット、お前急に喋るようになったな。めちゃめちゃ。おじけづいたの。お前マジでやってんじゃないの。長年の夢が叶う喜びだ。ああ、爆破したかったとこなんだ。長年ここを降りたらいよいよだね。オッケー。僕はここでおしまい。出しゃばっちゃったね。え、待って、ペコーラが行けってこと。え、耳、え、行かないのみんなで。あれ、
私といたい？でもほら、本命のマコールが待ってる。勘違いすんなよ。別に お前と言いたいわけじゃないんだから。まだチュートリアルだよって。チュートリアルの割にはさっきの敵クソ強かったペコだな。あ、緑色ペコだね。合うか。いよいよだぜ、いよいよだぜ。うるせえペコだよお前。さっきから爆破しよう。手榴弾でいいか。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。あ、自分で仕掛けると。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できない。主犯格にされちまう。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。だったら黙ってやってやるよ。ティファっていう、多分さっきのちっちゃい女の子のやつが、あれなんだろうな。鍵っぽいペコだな。大丈夫？トラウマ？ PTSD？ フラッシュバック？黒い羽根カラス。どうした？ん？大丈夫？問題ない。幻覚見えてる。タイマーはどうする？お前が決めろ。一応逃げること考えて30分にしとく。いや、20分で行けるのかな。戻るんだよね、来た道を。20で行ける。オッケー、じゃあ20にしよう。自信あんだろうな。だってもう戻るだけペコでしょ。